こんにちは。今回は視聴者さんからのリクエストに答えてホヤの動画です。私が育てているホヤのコレクションや普段どんな風に水やりをしているのかとか使っている肥料なども紹介しますので、ぜひ最後までご視聴ください。私は育てている植物のうち、だいたい 80% くらいかなを水耕栽培で育てているんですけれども、ホヤもすべての種類を水耕栽培で育てています。水耕栽培での植物の育て方の動画も概要欄に貼っておきますので、興味がある方は見てみてくださいね。いろんな種類のホヤを育てているんですが、友達からもらったカッティングから育てたものがほとんどなんです。なので小さいカッティングから育てるので、小さいものはこの IKEA のキャビネットの中で育てています。といっても結構大きなものもありますよね。キャビネットの中には加湿器は設置していませんが、ドアを閉めることで少しだけ湿度は上がっていると思います。とにかくこのキャビネットの中でよく育ってくれています。キャビネットに収まらなくなってきたものは2階のマスターバスルームのバスタブの上に設置しているこの丸い棚に置いたり、またはハンギングしています。大きな南向きの窓の横にある棚なので、ホヤだけでなくここにある植物たちはとってもよく育ってくれています。1階のバスルームにあるホヤの一つを1階に持ってきてみました。これは友達にもらった2種類のホヤのカッティングを一緒に直接中に植えて発根させました。後で発根させる方法を2種類紹介しますが、直接中にカッティングを植えて発根させることも簡単にできます。2種類のホヤのうち、この、ちょっとすごい名前の発音が難しいんですけど、ニューマロイズかな、あの親の名前ってすごい 長いのが多いからうまく言えないんですけど、これだけもう何度も花を咲かせています。親の花なんですが、とっても綺麗ですよね。ただ匂いがすごくいいものと、ちょっと変な匂いのものがあるんですよ。で、実はこのホヤの花はツンとする匂いで、たくさんの花が一気に咲くと結構匂いがきつくなります。これはかなり大きくなってきているクリムソンクイーンです。まだギリギリキャビネットの中で育てています。これはたくさんあるホヤの中でも数少ないお店で買ったものです。土に植えてあったものを2021年にレカに植え替えました。かなり気に入って使っているセルフウォータリングポットに入れて育てています。外側の鉢と内側の鉢がセットになって売っています。ホヤは根が詰まっている状態の方がよく育つと言われています。なのであまり頻繁に植え替える必要がないのも、とっても楽でいいです。
ちらが普段使っている液体肥料2種類です。水耕栽培の動画でも紹介しましたが、私はこの2つの肥料を毎回の水やりに入れて使っています。そしてもう一つおすすめなのがこのオーキッドフードです。何のための肥料なんですけれども、これが冬にもいいと言われていて、私も結構前から使っています。スプレーになっているものも売っていますが、私はこの粉の状態で売られているものを使っていて、自分でスプレーにしています。これは多分2020年に買ったものですね。それで一度も買い替えてないので、かなり長持ちしています。